世界の鉄道一覧オーストリアの鉄道ビースベルクのトリーザンナ橋のアイスティークムンデンの路面電車エルマウにあるハルトカイザーバーンオーストリアの鉄道は主にオーストリア連邦鉄道によって営業されるオーストリアの鉄道網は総延長 6399km であり期間は 1435mm がほとんどであるがメータゲージなどの狂気も存在している オーストリアは国際鉄道連合の一員である。オーストリアの UIC 番号は81である。オーストリアの鉄道の歴史はザルツブルクの方円ザルツブルク城にある施設のケーブルカーであるライスツークから始まった。15世紀末に建設され、1515 15年に初めて書物に記載された。十九世紀にはいくつかの馬車鉄道が建設され、百三十七年に オーストリア北部鉄道の内ウィーンブジェツラフ間が開通した。1884年にオーストリア帝国鉄道が建設され、オーストリアハンガリー帝国の解体後、1923年にオーストリア連邦鉄道が設立された。オーストリアの主要な鉄道のほかに、ケーブルカー、ラック鉄道や配線となった鉄道の一部を利用した保存鉄道が存在する。ありがとうございます。